さんこんにちは、みやこです。今から無双オロチ魔王サイリの海外版を紹介したいと思います。今は手持ちの韓国語版で紹介していきたいと思います。最初に言っておきますけども、きちんと買いましたよ。現地で中古だったんですけども、1万5000ウォンで買いました。だいたい日本円で1500円ですね。無双オロチ魔王サイリンの海外版はですね、無双オロチ Z の仕様に近いです。ですがストーリーモードとフリーモードのシナリオは魔王サイリンのみのシナリオです。ドラマティックモードのシナリオが新たに12個増えました。今はデータの関係で解放できていないシナリオがありますが、ちょこっと紹介できますね。石壁合戦、五行山脱出戦、三方ヶ原救出戦、合肥交番戦、姉川合戦、これは天水救出戦かな、江戸城救出戦、静ヶ岳合戦、白帝城合戦で、まあ、あとの3つがあります。ここは確か弁慶じゃなくて、誰だっけ、あ、平の清盛と源義経が共同して戦うストーリーですね。 Z を持っている方は分かると思うんですけどもね。でシナリオが増えたことによりね、ドドメキとキュウキも通常プレイで可能になりました。また弁慶と三蔵法師も加わりました。ちょこちょこ噛んでるような気がするけど気のせいかな。日本版では使えなかったドドメキと旧機なんですけども、きちんと武器も、あーちょっと待て、まあ今はあんまり武器揃ってないんですけどもね、きちんと第4武器まで増えました。一応、ああそうだ、特技は習得しないんですけども、一応発動、なんだ、武将ごとに発動するスキルもありますね。旧機は自軍の総大将の防御力が増加しますね。発動条件が敵兵100名撃破で、ドドメキは自軍全軍の敵武将に対する受けるダメージを減少しますね。まあ、ですが発動条件は敵兵300兵も撃破しないといけないんですよね。結構厳しいですね。まあそんなに使えないっていうわけではないのでね、使ってみるのもいいですよね。まあただ勇気はやっぱり動作が遅いので、攻撃中にやられるっていうことがまあ何回かありましたけどもね。三蔵法師と弁慶もう、早くして、武器もきちんとあっ
で、習得あ、習得技能は、パワー型強化で、サンド星も習得しちゃったか、ちょっと忘れてしまいました、ごめんなさい。弁慶とサンド星は、特技の習得がありますね。最後なんですけども、音声の変更ができます。今は日本語なんですけども、英語に変えてみましょうか。変えることによって、武将のセリフが英語になるということですね。例えば、超運は、まあこんなセリフになっています。全部の武将を紹介すると時間を食ってしまうので割愛させていただきますけども、 YouTube に英語版の音声がアップロードされているので、そちらを確認してみてください。じゃあね、このぐらいですかね。他はもう本当に一緒なので紹介するまでもないですね。じゃあこの辺りで終わりましょうか。ご視聴ありがとうございました。